皆さん、こんにちは。今回は陸上美人女性アスリートをランキング形式でご紹介していきます。20位、今井沙織。今井沙織さんは日本の元陸上競技者で短距離選手です。今井沙織さんは1990年8月22日生まれで、2024年現在33歳です。出身地は長野県上伊那郡辰野町です。身長164センチ、体重51キログラムです。現役時代の成績は 100m11秒64、 200m23秒68、 400m54秒66 です。アジア選手権の2011年大会で 400m リレーで金メダル、同大会 200m で銅メダルを獲得しました。今井沙織さんは小学校4年生時から陸上競技を始めました。2005年の15歳時に晴れの国岡山国体の 4×100m リレーに参加。2008年18歳時にインターハイの 200m で優勝しています。その後、日本代表などに選出され、世界陸上やアジア選手権などで活躍しました。2018年10月31日、飯田病院の退職とともに競技生活の引退を発表します。現在は地元である長野県に拠点を移しています。19位、前田明日美。前田明日美さんは日本の元陸上競技者で走り高跳び選手です。前田明日美さんは1991年生まれで、2024年現在32もしくは33歳になっています。出身は兵庫県神戸市です。身長や体重などは非公開ですが、身長は推定172から173センチと見られています。2012年に行われた関東インカレで自己ベストの1m76で優勝しました。同年6月10日に行われた陸上の日本選手権大会走り高跳びの第6試技の跳躍で 1m80 を跳び、順天大記録を更新し、大会の優勝を見事に果たしています。前田明日美さんは元 AKB の大島優子さんに似ていると、現役時代大変な人気でした。2018年現役を引退します。現在はアスルクラロ AC というクラブチームで指導者として後進を育てています。18位、岡本美也。岡本美也さんは日本の元陸上競技者で 3000m、5000m の中長距離選手です。岡本美也さんは1999年生まれで、2024年現在24もしくは25歳になっています。出身は長崎県です。身長は156センチ、体重41キログラム、血液型は O 型です。岡本美也さんが表舞台に立ったのは、諫早高等学校時代に全国高校駅伝からです。3年生だった岡本美也さんはアンカーとして走り10位となりました。社会人となり、資生堂のランニングクラブに入り、1年目からクイーンズ駅伝などに出場し活躍しました。2020年7月31日で同クラブを退部し、現在は地元の長崎県に拠点を移しています。17位、新宮美穂。新宮美穂さんは日本の陸上競技者で 400m、800m の短中距離選手です。新宮美穂さんは1991年11月29日生まれで、2024年現在32歳になっています。出身は広島県広島市です。身長162センチ、体重48キログラム、血液型 A 型です。新宮美穂さんは小学校4年生時から陸上競技を始めました。中学生時代には際立った記録はないものの、高校に入り目覚ましい活躍をします。高校3年生時の2009年には、5月に行われた静岡国際の 400m で高校歴代5位の記録をマークしました。6月は日本選手権の 400m で4位に入り、8月のベルリン世界選手権の 4×400m リレーの日本代表に選ばれました。12月には東アジア大会で初めてシニアの日本代表となり、 400m で銅メダル、 4×400m リレーで1走を務め、銀メダルを獲得しています。大学生時代も日本の短中距離の中心選手として活躍しました。2016年4月、東方銀行に入社し、同社陸上部に加入しています。その後、フレスコに移籍し、2021年自身のブログで現役を引退すると発表しました。新宮美穂さんは2022年、陸上走り高跳びの東京オリンピック日本代表の土辺直人さんと結婚しています。現役引退後、陸上教室を開催するなど、後進の育成に貢献しています。16位、藤森杏奈。藤森杏奈さんは日本の陸上競技者で 100m、200m の短距離選手です。藤森杏奈さんは
1994年11月10日生まれで、2024年現在29歳になっています。出生地は千葉県です。身長162センチ、体重52キログラムです。千葉県生まれの藤森杏奈さんですが、神奈川県の横須賀市で育ちました。小学生でダンスを習い始め、中学でもダンスを続けようと考えていたようです。しかし体育の授業で50メートルをしたところ、あまりのスピードに陸上部の顧問だった体育教師に半ば無理やり陸上部入部させられたといいます。2009年には早速才能が開花し、全日本中学校陸上競技選手権大会では女子 200m の部で5位入賞を果たしています。高校に進学後も陸上部に所属しますが、この時期疲労骨折など怪我で満足に成績を残せませんでした。高校卒業後は青山学院大学に進学、日本学生陸上競技個人選手権大会で優勝します。また日本インカレでも2位につけます。これらの成績が認められ、大学1年生にして日本代表に選出されました。青山学院大学卒業後は安住エステールに入社、陸上競技も継続します。2019年に株式会社ビーナスジャパンへと転職し、パーソナルトレーナーとして活動しています。プライベートでは2017年11月の23歳の誕生日に結婚を発表しています。また公式発表はされていませんが、子供との写真を XQTwitter にアップしており、少なくとも子供が一人いると推測されます。転職の際に引退していませんと公式発表している通り、藤森杏奈さんは現役選手として活動中です。15位、青山花恵。青山花恵さんは日本の陸上競技者で 100m、200m の短距離選手です。青山花恵さんは2002年8月26日生まれで、2024年現在21歳になっています。出身地は大阪府大阪市です。身長167センチ、体重48キログラムです。青山花恵さんは幼児の頃新体操やスケートをしていました。小学校5年の時に陸上選手だった両親の影響で陸上競技を始めます。ちなみに両親は父親が 400m リレーで、母親は走り高跳びでインターハイ優勝の経験を持つアスリートです。青山花恵さんはまさにサラブレッドだと言って良いでしょう。すべて個人種目ばかりを選んできた青山花恵さんですが、その理由として一人っ子だったため、団体競技が苦手だからというものでした。大阪高校に進学後は、北京オリンピック男子 400m 日本代表の金丸雄三選手などを育てた小塚教諭の指導を受けます。その甲斐あってか、2年生時の第103回日本陸上競技選手権大会の 100m で3位という記録をマークしました。高校卒業後は江南大学に進学し、日本陸上競技男子短距離走元選手の伊藤浩二さんに師事しています。2020年東京オリンピックの女子 4×100m の選手に選出されます。同大会では残念ながら予選落ちをしてしまいました。2023年2月にはハードル練習中に左膝前十字靭帯損傷と内側半月板損傷を発症し手術をしたため、同年のシーズンは棒に振る形になっています。プライベートではアイドルの乃木坂のファンで、スイーツに目がないごく普通の女子大生です。今も現役続行しており、年齢的にもまだまだ大きな期待の持てる選手です。14位、奥村ゆり。奥村ゆりさんは日本の元陸上競技者で 200m、400m の中短距離選手です。奥村ゆりさんは2000年2月20日生まれで、2024年現在24歳になっています。出身地は群馬県です。身長162センチ、血液型は B 型です。奥村ゆりさんは父親が日本人、母親がフィリピン人のハーフです。そのため奥村ゆりさんはフィリピンで生まれました。小学校3年生でバイクレーサーの父親の影響でアスリートになりたいと陸上競技を始めました。しかしその後器械体操へと転向します。それでも結局は中学生になり陸上競技に戻っています。中学を卒業した奥村ゆりさんは共愛学園高等学校に進学、2017年の高校総体 200m、400m で2位を獲得しています。同年ジュニア選手権では 200m で優勝、愛媛国体 400m で2位になりました。さらに2019年6月アジアジュニア選手権で 400m 5位、 400m リレーで銀メダルを取っています。東京オリンピックには残念ながら代表に選出されませんでした。高校卒業後は青山学院大学に進学し陸上競技を続けてきました。大学時代は怪我に泣かされ、目覚ましい活躍はありません。
2022年3月青山学院大学を卒業し、陸上競技からも引退しました。現在は一般人として就職しており、就職先は判明しませんが、陸上には関わっていないということです。13位、市川かな。市川かなさんは日本の陸上競技者で 100m、200m、400m の中短距離選手です。市川かなさんは1991年1月14日生まれで、2024年現在33歳になっています。出身地は愛知県豊田市です。身長164センチ、体重49キログラムです。市川かなさんは中学入学後に陸上競技を始めました。中学時代には大きな活躍はありませんでしたが、中学卒業後、岡崎城高等学校の陸上部時代には高校総体女子 100m で7位、女子 200m で4位を獲得しています。高校を経て中京大学に進学すると大きく覚醒します。2009年第93回日本陸上競技選手権大会において女子 200m で決勝進出、決勝では8位に入賞しました。2010年には世界ジュニア陸上競技選手権大会の日本代表となり、決勝8位に入賞しました。女子 200m で決勝進出したのは市川かなさんが初です。2011年も好調が続き、成功ゴールデングランプリ陸上2011では女子4×400メートルリレーにおいて4走を務め、43秒39の日本記録を樹立しています。2012年にはロンドンオリンピックに選出され、 4×100 メートルリレーに出場しますが、残念ながら予選落ちでした。2013年3月に中京大学を卒業、4月からはミズノに入社し、陸上競技を継続します。2021年の春、現役引退を発表します。同年9月25日、全日本実業団陸上に参加、女子 100m 予選1組にて5位、タイムは12秒42。このレースで陸上競技に終止符を打ちました。2022年4月より中京大学の短距離コーチに就任、水のブランドアンバサダーとしても活動していくとのこと。そんな市川かなさんですが、2022年3月30日に元陸上選手で、2005年日本選手権男子 100m の覇者であるサブリ慎也さんと結婚しました。2023年7月24日には第1子となる長女を出産しています。現在は公私ともに充実した日々を送っているようです。12位、宮田かなよ。宮田かなよさんは日本の陸上競技者で 1500m、3000m、5000m、1万m、ハーフマラソン、駅伝の中長距離選手です。宮田かなよさんは1995年2月14日生まれで、2024年現在29歳です。出身地は愛知県豊橋市です。宮田かなよさんは陸上、駅伝で強豪校と言われる愛知県の豊川高校の陸上部に所属していました。そんな強豪校である豊川高校ですが、宮田かなよさんは1年生で全国高校駅伝のメンバーに選出されています。1年生時には4区を走り区間4位、2年生時には2区を走り3位、そして3年生時には2区を走り8位と主軸として活躍していました。高校卒業後はレジャー産業会社の時の住処に入社、同社陸上部に所属しましたが、1年で陸上部の活動が休止になり、2014年に豊木県に移籍します。ですが2015年春、豊木県の選手たちが宮田かなよさんを除いて全員が退部という事態に。2016年は7人の新入部員が入り、プリンセス駅伝2016で激走しました。しかし宮田かなよさんは豊木県を退社、2018年には新潟医療福祉大学に入学、陸上部に所属することになります。現在も陸上競技には関わっているようです。11位、田中由美。田中由美さんは日本の陸上競技者で 100m ハードルの選手です。田中由美さんは1998年12月15日生まれで、2024年現在25歳になっています。出身は大阪府です。身長172センチとかなりの高身長です。幼い頃からクラシックバレエを習っており、一時期は水泳も並行して習っていました。中学生になり陸上部に入学するものの、将来の夢は宝塚歌劇団に入ることだったといいます。ですが陸上の強豪校で偏差値も高い関西大学第一高等学校に進学する際に選択を迫られ、結局は葛藤の末に陸上を続けることを決心しました。高校2年生だった2015年の世界ユース選手権で 100m ハードルで準決勝に進出、同年のインターハイでは見事に優勝を飾っています。
高校3年生の2016年には U20 世界選手権で準優勝、インターハイでは優勝を決めました。高校卒業後は立命館大学経済学部に進学します。3年生だった2019年には日本インカレ 100m ハードルで優勝しました。大学卒業後は富士通に所属。2023年に行われた第57回織田記念で12秒97で優勝し、日本人4人目の12秒台をマークしました。5月の第10回木南記念で12秒91で2位になります。またセイコーゴールデングランプリでは日本歴代4位の12秒89で2位、6月に行われた第107回日本陸上競技選手権大会では12秒96で3位に輝いています。田中由美さんは現在も現役の選手でパリオリンピックを目指しています。10位、木村文子。木村文子さんは日本の陸上競技者で 100m、100m ハードル、走り幅跳びの選手です。木村文子さんは1988年6月11日生まれで、2024年現在35歳です。出身地は広島県広島市安佐北区です。身長168センチ、体重53キログラム、血液型は A 型です。木村文子さんが頭角を現したのは、横浜国立大学教育人間科学部に入学してからです。大学時代は日本学生陸上競技対抗選手権大会に 100m ハードルや走り幅跳びで4年連続出場しました。2009年の第78回大会では 100m ハードルで2位、2010年9月第79回大会の 100m ハードルで大会新記録となる13秒28をマークして初優勝します。大学卒業後の2011年4月にエディオンに入社。6月の第95回日本陸上競技選手権大会の 100m ハードルで13秒32の記録で大会初優勝を飾りました。2012年にはロンドンオリンピック女子 100m ハードル日本代表に選出されます。ロンドンオリンピックでは13秒75の予選1組7位という成績で終わりました。2021年には東京オリンピックの女子 100m ハードルで2大会連続で日本代表に選ばれました。東京オリンピックで13秒25で予選7着で終わります。同年12月27日正式に引退を発表し、2022年2月からはエディオンの一般種目コーチに就任。2023年6月23日には日本陸連理事にも就任しました。同年6月30日インスタグラムを更新し結婚を報告しました。お相手については一切明かされていません。9位、森智香子。森智香子さんは日本の陸上競技者で 1500m、3000m、5000m、1万m、3000m、ハーフマラソンの選手です。森智香子さんは1992年11月25日生まれで、2024年現在31歳になっています。出身地は長崎県西曽野義郡長与町です。身長159センチです。森智香子さんは長崎大学教育学部附属中学校時代から陸上部に所属し、その活躍から県内では有名でしたが、全国大会には出場できずに中学時代を終えています。その後長崎県立諫早高等学校に進学し陸上部に所属。高校1年から3年生まで連続で全国高校駅伝に出場しており、全国で注目されるようになりました。高校3年生時にはアジアジュニア選手権にも出場しています。高校卒業後実業団からの誘いもあったのですが、それを断り女子陸上部が創設されて2年目の大東文化大学に進学しました。新設の陸上部しかない大東文化大学に進学した理由は、新しいチームを作ることができるということに強い魅力を感じたからだといいます。大学時代は日本インカレや日本選手権、国体、東アジア競技大会などで上位の成績を収めています。全日本大学女子駅伝や大学女子選抜駅伝などで区間賞も獲得しました。大学卒業後は積水化学に入社し陸上部に所属。積水化学所属後の2大会で2位に終わった森智香子さんでしたが、3年目にしてようやく優勝に恵まれます。しかしこの大会後の冬に故障してからは長期離脱を余儀なくされました。練習もほとんどできなくなり、国立スポーツ科学センターで診察したところ、オーバートレーニング症候群だと診断されました。8月からは2ヶ月間完全休養を取ることになります。中学時代から30代には引退しようと考えていた森智香子さんは限界を感じ、30歳に引退しようと決心しました。2021年
昨年負けたクイーンズ駅伝でリベンジして辞めると監督にも伝えて出場し、1区を激走、見事優勝を果たします。ようやく走れるようになった森智香子さんは2連覇したいという気持ちに傾き、現役続行を決意しました。しかし母親からは、陸上を続けていくのはいいけど今季を逃すのだけは止めてねと釘を刺されていると言います。8位、桐山智恵。桐山智恵さんは日本の陸上競技者で7種競技 100m ハードルの選手です。桐山智恵さんは1991年8月2日生まれで、2024年現在33歳になっています。出身地は岐阜県です。身長は174センチ、体重 55kg です。桐山智恵さんは小学生の頃に兄弟たちと一緒に陸上競技大会に出場したことで陸上を本格的に始めました。高校1年生から7種競技と 100m ハードルを始め、高校2年生時にはインターハイで4861点で7種競技3位をマークしています。さらに翌年の高校3年生時には7種競技で5161点の成績を収めて優勝しました。2010年、高校卒業後中京大学へと進学します。2011年には日本選手権大会で初優勝を飾り、同年のアジア選手権でも3位に入りました。2012年には日本グランプリで優勝、2013年の日本選抜和歌山大会でも優勝、2013年と2014年の日本選手権大会でも2連覇を達成しています。2013年には中京大学を卒業しモンテローザに入社しました。2016年では惜しくも2位に止まりましたが、その際の5597点は日本歴代7位の記録です。2017年には在籍していたモンテローザが廃部、それに伴いヤマダ電機に移籍しました。2019年5月に現役を引退し、これ以降はヤマダ電機陸上部のマネージャーをしています。7位、志村美希。志村美希さんは日本の陸上競技者で 800m の選手です。志村美希さんは1999年8月29日生まれで、2024年現在24歳になっています。出身地は東京都です。身長は167センチです。志村美希さんは小学校1年生時まで水泳を習っていましたが、生来走ることが大好きで陸上競技に目覚めていきます。そして中学に入ったら陸上部に入ると決意していました。国分寺市立第一中学校に入学した志村美希さんは陸上部に入部。当初は短距離の選手でしたが、顧問からは 800m の方が向いているのではないかと言われ、 800m 種目の選手となります。中学1年生時には豊島区秋季陸上競技大会で55人中5位、中学2年生時には東京都陸上競技大会では準優勝を果たしています。中学卒業の進路は憧れの陸上選手である浦部蘭さんがいる強豪校の白梅学園高校に決めていました。高校1年生2年生時と故障などで思うように成績が残せませんでしたが、高校3年生になり念願のインターハイに出場し、準決勝に駒を進めました。陸上は高校までで引退するつもりだった志村美希さんですが、陸上の楽しさに大学でも競技を継続することに。高校卒業後、日本体育大学に進学した志村美希さんは2年生時に関東学生新人陸上競技大会で自己ベストの2分9秒で優勝します。大学3年生時には関東インカレで5位、全国個人選手権でも5位に入賞します。大学4年生になると日本選手権と日本インカレ双方で決勝進出を果たしました。日本選手権では憧れの浦部蘭さんと決勝で戦うこともできました。大学卒業と同時に競技からの引退を決め、大学卒業後はヨガのインストラクターを始めます。現在はインフルエンサーとして YouTube や Instagram などで活動中。 YouTube のチャンネル登録者数6万人、 Instagram フォロワー数21万人、 TikTok フォロワー数13万人、 XQTwitter フォロワー数4万人と人気を集めています。6位、壹岐一子。壹岐一子さんは日本の陸上競技者で 100m、200m の短距離選手です。壹岐一子さんは1997年5月7日生まれで、2024年現在27歳になっています。出身地は滋賀県です。身長165センチ、体重 53kg です。壹岐一子さんは滋賀県の大津市竜田城中学校時代から陸上部に入部し注目を集めました。中学3年生時には 100m12秒50、 200m では26秒68を記録しています。卒業後は京都橘高校へ進学します。
高校2年生時にはインターハイに出場しました。このインターハイでは 100m で7位に入賞しました。3年生になるとインターハイの 4×100m リレーで2位に入っています。さらに秋の和歌山国体で 100m 走競技で2位、 4×100m リレーでは優勝を果たしました。高校の競技生活をベストな形で終えた生一子さんは立命館大学スポーツ健康科学部に進学します。2年生時から関西インカレや日本選手権などで国内トップクラスの成績を収めました。大学卒業後は地元滋賀県の隣県である福井県の株式会社ユティックに入社、陸上部に所属しています。現在も同社で現役を続けています。5位、今野美穂。今野美穂さんは日本の陸上競技者で棒高跳びの選手です。今野美穂さんは1990年1月25日生まれで、2024年現在34歳になっています。出身地は埼玉県越谷市です。身長165センチ、体重49キログラム、血液型は A 型です。今野美穂さんは中学時代器械体操に打ち込んでいました。しかし進学先の埼玉県立創価高等学校に器械体操部がなく、新体操部に入部したものの馴染めずにいたところ、陸上部の顧問にスカウトされて陸上部に転部しました。高校時代には埼玉県高校新人陸上競技大会で優勝します。ですが高校卒業と同時に辞めるつもりでいたといいます。というのも今野美穂さんの夢は保育士になることでした。しかし周囲は棒高跳びを続ける方が良いのではという声が多く、棒高跳びを続けられて保育士の資格も取れる大学がないかと探したところ、聖学院大学なら今野美穂さんの理想にぴったりの大学だったため、同大学に進学しました。大学に入ると今野美穂さんの才能が開花します。2010年に日本インカレ陸上競技女子棒高跳びで2位になります。2011年になると6月に開催された第95回日本陸上競技選手権大会女子棒高跳びで2位になりました。また7月開催の第19回アジア陸上選手権大会では日本代表として出場し、5位入賞を果てたしています。大学卒業後の2012年に東L に就職し陸上部に所属しました。その翌年の2013年、第97回日本陸上競技選手権大会では6位入賞します。2014年、第98回日本陸上選手権大会では日本人歴代7位となる 4m15 を記録しました。2015年、2016年も入賞しますが、2017年に大きく成績を落としたため、同年をもって競技選手として引退することになります。引退後の進路については不明です。4位、宮坂楓。宮坂楓さんは日本の陸上競技者で三段跳びの選手です。宮坂楓さんは1992年12月12日生まれで32歳になっています。出身地は長野県岡谷市です。身長160センチです。宮坂楓さんは中学時代に陸上部に所属し、走り幅跳びの選手でした。インターハイで優勝し、期待されながら東海大学附属第三高等学校に進学しましたが、3年生時のジュニア選手権の時に膝を骨折し、幅跳びを継続することが難しくなります。しかし横浜国立大学教育人間科学部進学後にリハビリを重ね、膝の負担が比較的少ない三段跳びに転向し、見事に優勝を飾りました。その後も数々の大会で優勝もしくは上位入賞を果たしています。大学卒業後は上司の就職支援プログラムで紹介された日発就職しました。現在も陸上競技に関わりながら仕事をしているようです。3位、湯田智美。湯田智美さんは日本の陸上競技者で 1500m、3000m、5000m、1万m の中長距離走の選手です。湯田智美さんは1985年5月28日生まれで、2024年現在39歳になっています。出身地は愛知県犬山市です。身長159センチ、体重43キログラム、血液型 AB 型です。湯田智美さんは地元愛知県の淑徳高等学校を経て陸上選手としてワコールに入社しました。学生時代には目立った成績がない湯田智美さんでしたが、ワコールに入ってからは頭角を現し始めます。19歳ではアジアジュニア陸上競技大会で 1500m2 位、 3000m で優勝するなど、タイムも世界レベルで注目が集まりました。2006年に出場した都道府県対抗女子駅伝では2区を走り、何と11人抜きをし、翌2007年には再度2区を走り29人をごぼう抜きにし、大きな話題になりました。
さらに2008年の都道府県対抗女子駅伝では京都府チームの2区に出場し、3位からトップを奪いチームを優勝に導いています。2010年3月1日、ワコール女子陸上部の HP で現役引退を報告。同時期に日清食品の元男子陸上選手の北村悟さんと結婚しました。湯田智美さんは現役引退後、市民ランナー向けのレッスンやマラソン大会のゲスト、その他全国のランニングイベントで引っ張りだこの状態です。また JFA 夢の教室や AED 講習、講演活動、テレビ出演など多岐にわたる活動をしています。2位、後ろ型かな子。後ろ型かな子さんは日本の陸上競技者で 3000m 障害の選手です。後ろ型かな子さんは1991年生まれで32もしくは33歳になっています。出身地は鹿児島県です。身長158センチ、体重 46kg、 血液型 B 型です。後ろ型かな子さんは高校生までバスケットボールをしていました。高校を経て陸上の名門といわれる順天堂大学に進学、陸上部に所属後に中距離走選手になっています。2011年6月、日本陸上競技選手権大会で 3000m 障害にて日本記録を樹立しました。また全日本大学女子駅伝大会や都道府県対抗女子駅伝などでも活躍しました。大学デビューでありながらこれほどの活躍をできる選手はなかなかいないと言ってよいでしょう。大学卒業後は資生堂に入社しました。現在の活動は分かっていませんが、年齢的にも引退している可能性が高いと言えます。また資生堂はすでに退社しています。1位、福内桜子。福内桜子さんは日本の陸上競技者で 1500m、 3000m、 5000m、 1万m、 ハーフマラソンの中長距離選手です。福内桜子さんは1993年8月30日生まれで、2024年現在30歳になっています。出身地は福岡県北九州市です。身長165センチ、体重 48kg です。双子の福内桜子さんですが、姉妹揃って保育園の時から足が速く、小学校でのマラソン大会などでは6年間無敗の1位、妹は6年連続2位と毎年ワンツーフィニッシュを決めています。双子揃って中学に進学し陸上部に所属します。小学校ではバスケットボールの経験もあり、チームワークを発揮するのが得意という理由からトラックの個人競技よりも駅伝が好きだったといいます。高校は姉妹2人揃って近畿大学附属福岡高校へ進学しました。そこで福内桜子さんは陸上の道へ、妹は陸上をやめてしまいました。高校時代は 400m や 800m の選手として3年間活動しました。中学時代は入賞レベルの福内桜子ですが、高校では頭角を現し、1年生時から 800m で3年連続インターハイ出場を果たしました。高校卒業後、福内桜子さんは大東文化大学に進学します。現在は陸上強豪校の同大学ですが、福内桜子さんが入学した当時は新設の部で成長過程にある頃でした。しかしそんなことは関係なく、福内桜子さんは日本選手権 1500m 4位入賞、関東インカレでは 5000m 3連覇、 1万m 2連覇、日本インカレでも 5000m 2位に入るなど快進撃を見せています。トラックでも駅伝でも活躍をしていた福内桜子さんですが、日本学生女子ハーフマラソン5位入賞し、ユニバーシアード世界大会に日本代表として出場しました。ユニバーシアードではハーフマラソンで7位に入賞しています。注目選手であった福内桜子さんは大学卒業にあたって複数の実業団チームからの勧誘がありましたが、陸上競技は大学卒業と同時に引退しました。引退後はスポーツメーカーに就職し、一般職を担いながらもランニングアドバイザーやモデルとしても活動しています。さらに現在ではゲストランナーやランニングイベント、メディアの出演など幅広い活躍も見せています。いかがでしたでしょうか。陸上競技では非常にスタイルがよく美しい女子アスリートが多くいます。陸上競技をしながらもモデルも兼任するといった選手も多く、ビジュアルの面でとても注目されていると言ってよいでしょう。それではまた。